室蘭市青少年科学館は、北海道室蘭市にあった北海道最初の科学館。1963年4月1日開館。2021年3月31日閉館。1階展示室にある展示品はそのほとんどが職員による手作りのものである。例えば、ストローグライダーを制作体験できるコーナーや、不珍子が並んだコーナーなどがある。 その他、アンモナイトなどの化石や、鉱物なども多く展示されている。二階展示室には宇宙、星に関する展示や音、光に関する展示がある。プラネタリウムへの渡り廊下はこの木座橋にある。プラネタリウムこのプラネタリウムは、6000個の星を投影できる。また、 ギリシャ神話などその日の星空に関連する事柄を職員自作のアニメーションで投影することもある。3階は新日本製鉄や JXTG エネルギーの展示スペースになっている。また、室蘭工業大学から貸し出し中のロボットサッカーコートもあり、室蘭工業大学学長杯、争奪ロボットサッカーコンテストでも用いられる。中庭には野草園があり、 季節によって様々な野草や花が楽しめる。また、全国の科学館では珍しく、温室を保有している。2011年には、太陽光発電パネルが設置されている。また館内で、盆栽も栽培されており、これらは、市内の学校などでの卒業式などに使われることも、ある。過去には、うさぎ小屋、蒸気機関車が設置されていた。 開館当初から開校されている、小学4年生から6年生を対象とした科学や、ものづくりの楽しさを伝えるクラブである。4年生は、アイスキャンディー作り、叩き染め、熱気球作りなど、5年生は、葉脈標本作り、人工雷カナダドルで、ブーメラン設計など、6年生は、ドライアイスの性質、電磁石の働き、イカの解剖などの講座がある。 小学校4年生から中学校3年生を対象とした室蘭工業大学学長杯争奪ロボットサッカーコンテストに出場するロボットを制作しているクラブである。指定管理者導入後に設立された。2014年現在11年連続で優勝している。開館当初は母親科学クラブとして開校され、その後並行。2007年に ムッピークラブとして再開。成人を対象とした大人の科学クラブである。講座は年10回行われる。カンちゃんは室蘭市青少年科学館のロボットキャラクター。室蘭市青少年科学館の閉館後、一部ひらがな表記のカンちゃんとして2021年12月会館の室蘭市環境科学館に引き継いだ。NPO 法人科学とものづくり。 教育研究会かも県の公式マスコットである。室蘭市の鳥、ヒガラをモチーフにしている。インターネットミュージアムのミュージアムキャラクター投票において35キャラクター中13位を獲得した。ありがとうございます。